信用と上満信用なので、どっちが効くか。こうやって食べたら、ちょっと顎引きに落ちますか。これ落ちるやつ。じゃあこっちは、こっちの方が効きにくい。こっちの方が効きにくいです。え、じゃあこう、こう、ここね、ここです。ここを押さえる。あの肩固めに効いて、はい、この上腕のここが落ちるじゃないですか。はい、こっち効かんじゃないですか。こっちが効くのかなと思ったら、こっちの方が、そうですね。こっちの方が細いって、はたと締まるってことですね。もう、こう力入らないって感じ。このバックジョークか。リモコン持ってて、こうやったら効くんですよ。リモコンで出るよって。お、締まりそうとか。バックジョーク、ね、こうです。こう、斜めにしたら、こう、力がいってる。ギで締めるのと一緒でしょ。こういう締まり方が、なこの中に行く。横ではダメ。横上も引くのもダメ。ちょっと引くな。上に上。上に引いても決まらないんじゃないですか。ちょっと。これって。ます。うん。こっちここです。上で。うん。こっちとこっちが締まっちゃった。あ、こっち？うん。こっち謎だな。あ、じゃあさっきの、はい、こう締めるのとこう締めるのとどっちが効きますか。こっちの方がやばいかもしれない。え、じゃあ引いた方がいい。入り方具合なの。さっきの前腕のここ締めようとしたら下に引くんだよ。で今のこう引いたじゃないですか。ただここですね。ここでここを締めるのと、こっち側でここを締めるので、こっちの方がいいか。やさまの感じでやってみる。落ちです。落ちです。やさまの深く入った方が多分、深く落ちるんですよ。こう取るじゃないですか。で、こう引くじゃないですか。そう。引きながら、上から押さえるんで、これか。こう手でいっても締まらんから、ちょっとこう締める。こう前腕か上腕かで4点あって、あの真島君みたいなファームスーパンとか、うん、こういう締め方とかある。マシュマロって絶対パンプルパンプルですよ。バックショット。うん、どうやってますか。どうやって力がある。要は効く。自分に行くの読み上げるの大事。こっちは我慢できるじゃないですか。落ちるだけ、うん、こっちは我慢できるじゃないですか。うってなったら終わるから、これで多分こう締めれば気管が潰れるから。うん、私も何の気管潰しってここ落ちるときにパッとしますからね。パッとでしょ。うん、こっちなんです。こういう締め方もありますけど、うん、パンダが落としに行ってないんですよ。うん、なぜですか。こっちの方が早いです。我慢できんからね。謎のまま破壊痛くないな。バックで染み落とさずもう落としたことはないですね。落とされかけたことは。80